こんにちは。転売王堀秀夫です。今日は最近読んだこの不滅のゴルフ名言集という本の中からですね、ゴルフにおける習慣というものは、よかれあしかれ、非常に早く身につきやすいものだ。そして、一旦悪い癖や欠陥が身についてしまうとなかなか矯正ができない。悪い型に落ちるのも容易であるが、良い型を作るのも容易であることをゴルファーはよく知っておかねばならないというね、名言があります。これゴルフというのをですね、転売に置き換えてもそうですし、他のスポーツに置き換えても、あるいは、営業の仕事やっててね、営業の仕事はと置き換えても、何にしてもね、初めに覚えたことが、非常に後々まで、影響を及ぼすと。で、初めに悪いのを覚えてね、うまくいかないと。それを修正するのは結構根性のある人じゃないとできないです。ゴルフは初めからちゃんと教えられるプロに、教わった方がいいと、よく言われます。これは初めにね、変なことを覚えちゃうと、やりにくくなる。きちんとした形を覚えにくくなるということが言えます。これね、転売でも全く一緒です。初めに全く儲からない方法を、自己流であったり、よくわかってない、指導を受けたり、よく分かってない人の情報発信を信じてやると、全然稼げないやり方を覚えてですね、で、よかれ、あしかれ、一旦覚えたものはなかなか変えられないです。そんなわけで、パソコンで稼ぐならですね、今、Amazon 輸出というのが非常におすすめです。正しいノウハウを、無料で、学べますので、こちらの方のね、メルマガに登録してチェックされてはいかがでしょうか。またこの本の方もですね、結構面白いです。ゴルフやってる人はおすすめします。で、この本見たらね、品切れになっちゃってますんで、なんか文庫本で3冊に分かれて売ってるのもあります。よかったらチェックしてみてください。ゴルフも転売も、初めに誰に教わるか、これが非常に重要です。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。